妖精などいない。そんなことわかってきた。妖精っていうのはこの33歳の孤独な独身男性が生み出した幻。俺は選ばれし伝説の勇者じゃない、ただのモブキャラ。やれやれ参っちまうぜ。あまりに孤独すぎて妖精なんていう馬鹿げた幻想を見るなんてな。これはこれで痛えな。なんだよダークアンパイアって。こっちのセリフ。魔球根、魔球血、そんなのもがこの世界にあるわけねえんだ。そんな世界観やったな。なあピルピル。え目を覚ませ俺。何がピルピルだよ。まだピルピルの幻想を見とるや。街は平和だっていうのにダークアンパイアだもんな。笑っちまうぜ。一体なんで妖精がいるなんて馬鹿げた妄想を覚えてしまったんだろう。太陽が眩しいぜ。やれやれ妖精などいない、妖精なんかいちゃいけない、だって世界はこんなにも平和なんだから。お、こっちの方がきついな俺。あ、これは魔球穴。雨水を出す穴だよ。目を覚ませ俺。なんだ魔球穴って。妖精なんていないんだ。いつまで自分が物語の主人公の気持ちでいる。お前はただ平日の昼下がりにブツブツ独り言を大きな声で言いながら自分にカメラを向けて歩く近所のやべえやつ。いい加減気づけ。変わっちまったな勇者姉妹か。メガネはボロボロ、肌も汚ね、武将髭も生えてる。そんなやつが。さてった。え、なに？怖。さてさて。自転車ね。そんな汚ねえやつが選ばれし伝説の勇者サイバーネオなわけねえだろ。サイバーネオっていう名前やったんやね。冗談きついぜなあピル。何やってんだ俺は。いつまでピルピル引きずってんだバカ野郎。バカ野郎だって畜生。助けて助けて助け。おこの声は気のせいか、やれやれいけねえ。現状まで聞こえてきやがった。まったく助けて気づいて。なんだってんだペコパや。誰かに呼ばれたような気配がありやがったが、おかしいな、最近耳の調子も悪くなってきたみたいだ。やれやれ、いないいない妖精なんていない。目覚めろ勇者姉妹か。今日は気づいてくれ。ただの平和な住宅街の昼下がり、それだけでいいじゃないか。目を覚ませ俺。風が受けて火が迫ってる。ダークアンパイアがその勢力を拡大している。これははっきり聞こえたよ。もういや、この声は確かに聞こえてる。やっぱり俺は今まで記憶を操られていたんだ。ダークアンパイアめ、この伝説の勇者サイバーネオの猛攻を止めるためにピルピルを誘拐して、さらに俺の記憶をいじって無力化しようと企んでるなんて、うおー許せねえ。来た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 。今すぐ助けてやる。待ってろピルピル。ああああああ、もう合体
誰とバッテリーしたのこれは。エアームドガッタ、知らないことだ。エアームド何を切ったん。飛んだ世界が分かれ、どうなってんの。まだまだ終わらねえぜ。ストーリーが全然分からへん。終わりで終わりです。お疲れ様でした。